おはようございます。今日はですね、超名門の葛城ゴルフクラブで撮影させていただきます。貸し切りで使わせていただけるのでなら撮りましょうということで頑張ります。リサちゃんに教えてもらった通り、スライスする人は左側を向いて打った方がいいというので、左側にティーを置いてやろうと思います。よろしくお願いします。すごい真ん中行った。あ、いいとこです。ナイス、ありがとうございます。あー、左行っちゃった。はい、最大のピンチかと思いきや、そんなに悪くない。多分左側の手前に打てばいいんだと思います。あれ、左側、まあ、ナイスアウト。意外と垂れてきますね。なんだこれ。そうなんですよ。すごいっすね。もう行きます絶対。スタートです。綺麗なグリーンですね。バンカーが左とありますが、左に引っ掛けても落ちていく。奥に打ったらバンカー。乗せろってやつですね。あれ、左に行っちゃった。乗る乗る乗る。うん、ナイス。うん、これで最後くんだ、ね、あ、奥、うん、え、うん、よいしょ。はい、256打ってもフェアウェイなのでそのまま打てばいい。水は？ワンペナの。ワンペナであの受けたところ。3打目でいきます。ピンがですね、160くらいあるんですけれども、まあ、狙ってもあれなんで、ラフなんで7番で手前を打っていきます。あれ、いいとこ行っちゃった。またバンカー？ナイスショットやね。はい、ショットです。名門コースですね。橋があります。しかも2つあります。3つあります。3つも橋を架けるようなコースは見たことがありません。1個目の橋はどうでしょう。いいですね。滑り止めがついてますね。優しいですね。しかもきしまない。バンカーがいやらしいところにあって、ボールを止めるような崖が良くないですね、こういう厳しいコースはね。ナイスアウト。おー、ナイスアウト。あー、そんな行く。ボギー。あ、違う、ダブだ。パー4です。見た感じ、左から打っていくといい感じのコースに見えます。さっきめちゃくちゃ引っ張ったんで、思い切って右に行くか左に行くかをやろうと思います。ビビらないで右に置いてですね、左に向かっていくといいんじゃないでしょうか。もうまあいいや。あれ、バンカー？バンカーばっかりじゃん。180乗るな、これ。思い切って振って、ペロンって行って、右に行くパターンか、ちゃんと当たるか。あれや、お、まあいいや。またバンカー？また？お、当たりました。どこや？ここに当たったの？ちょっと当たりましたね。まあ、ピンの近くまで打っていいと思います。おー、来た。ナイス。ありがとうございます。緊張する距離だわ。
ップに当たったそうです。カップに当たった、ほら、ああちょっとマックします。距離のあるパー5です、左に行って右に行ってまた左に行くという S 字カーブをなしておりますので、なので僕は左側からスライスをかまして行くといいんじゃないかなと思います。ダメだぞ、おかしくなってきた。どうした、巻いて、はい、OK です。おお、惜しい。またダボだ。お疲れ様です。はい、桂木ゴルフクラブのお茶屋さんに来ました。なんとですね、ジントニックが売っています。メロン生ジュースも売っています。梅シロップ、梅酒、焼酎、水あり、なんかいっぱいありますね。ユンケルロイヤル、すごい、なんかいっぱい売ってる。バナナがマネケンかで迷っています。梅シロップって何ですか？梅のジュース。じゃあ梅シロップとバナナ、はいはい、梅シロップは水か炭酸で割りますけど。炭酸、はい。バナナもらっていいですか？これ食べちゃいます。とても綺麗なバナナです。甘い、すげえ甘い。梅シロップです、はい、バナナの皮を、はい、そしてこれはビールではなくて梅シロップです。めっちゃ甘い、なにこれ。めっちゃ甘い、本当に梅シロップだ。これ梅つけてたんですか？ちょっとだけ、梅に蜂蜜、あー、そういうことか。ロイヤルゼリーが少し入ってます。めちゃくちゃ甘いですよ。味が濃い、濃い、濃い、うん、ここでしか味わえない、うん、ぜひ皆様梅シロップを頼んでください。バナナと。そこにいるって、ほら、でかい、でかっ。え、これカモシカっていうの？ただの野生動物じゃないですか。 S 字のロングホールだそうです。バンカーに向かって240ヤード打ってください。あー、ダメじゃん。いいゴルフ場です。残ってました。大丈夫？いや、僕今ひどいこと言いそうになったから、取らない方がいいこと言いそうになったんですけど、なんか名門ドヤって感じがないっすよね。なめんなみたいな、あるんすよ、名門エストドヤみたいな感じがありますよね、昔のね。ある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 、バブリーなところとかね、そういう感じとか。キャディさんも柔らかいし、あとここ昔 NHK でやったんですよね、藤田さんがここでレッスンのやつをやって。へー、すっごい、それを僕は見て、あ、ここ一度来たいなと思いましたね。藤田さんやっぱりこう優しく教えるし、コースも綺麗でね、うん、いいですね。さっき出没してたらしいですよ ね。そう、会えなくてたもんだね。藤田さんいたんですよね。会いました、会いました、ね、練習場で。普通にブラブラしてたんですか？いや、カート乗ってビューッと練習場に来て。お話されたんでしょ？え、話はしてないですよ、うん、みんなが目撃したんですね。目撃しました。目撃情報、私これもいました。バンカーの方に向かって6番で打ちますの。え、バンカー入っちゃった。あ、こういった。このホールはグリーンの前からだいぶ遠いところからバンカーがたくさんある、多分難しいホール、意図を感じます。OKOK。 あれ、ナイス。めっちゃ打ち下ろしのパー4です。 OKOK、 大丈夫です。 OK、 ナイスダフリ、はい、ナイスダフリ、これっすよ。このダフリが大事なんですよ。あれ、
OB だ。ガンです。入っちゃって。左に行った。ナイス。カツラギ名物は何なんですか、食べ物は。カレーですね。カレー。はい、カツカレー。普通のビーフカレーです。うなぎじゃないんです。お、行った。ナイス。あ、でも右ショット。ぶれた。本当だ。美味しかった。また橋がございます。名物の橋でございます。柿。小さい。柿じゃ。柿ですかこれ。柿ですね。小さい。なんで打ち方変わったんだ。見えないのがまた。そうですね、目で行きますね、ここは。美味しいです。はい、またボギー。ナイスショット。まあ行くな。ダマ。あ、でもあそこいいんだ。大丈夫です。よかった。はい、6番アイアンで打ちます。ちょっと突っ込みがちなんで回転を意識して。お、いいじゃん今の。今ので打てよ。あの土手にぶつけるか。ギャラリーが来ました。キャディさん遅くなってるか。土手に落とすか。こうだ。じゃあ井上さん見せてあげましょう。お願いします。あ、くそ。もう一回やります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。 YouTuber っぽい感じで撮っております。僕は前半は52でした。最後8段も叩いてしまいましたが、まあいいんじゃないんでしょうか。基本はドライバーで崩し、セカンドで崩し、サンドで何とかし、パターで何とかするというゴルフでした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。どうも名門ですね。さすが名門ですよね。はい、名門です。楽しくやらせていただいてありがとうございます。後半なんとか頑張って、47以下を目指して100ギリ取っていきたいと思います。はい、ご飯食べてしっかり、はいはい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ヤマハのカツラギは、バイカンになっておりまして、ちょっと僕は欲張り盛りをしたんですけれども、皆さんお里が知れるなど言わないようお願いいたします。皆さんに伝えたくて。カツオのたたきがある、カニクリームクラッカーがある、オイルサーディンがある、チャーシューがある、サーモンとカブのなんかがある、スパゲッティがある、天ぷらもある、しゃぶしゃぶもある、そしてカレーが一番美味しいというのでカレーを頼みました。とろろも頼みました。すごいです。お寿司もありますね。早速いただきたいと思います。いただきます。まず天ぷらをいただきます。タッチャンネルって YouTube チャンネルが好きでよく見てるんですけど、おっさんがただ食べるだけっていう、こんな感じで、めっちゃうめえ。天ぷらめっちゃうめえ。あ、うめえっていうのやめて、美味しいですって言わなきゃダメなの。天ぷらすごく美味しいです。かぼちゃの天ぷら美味しい。これ山名じゃない方もこれですもんね。お得ですよね。これハマるわ。コースもいいし、はい、静岡って魚美味しいですよね。聞いてると思う。何が釣れるんですか。いや、カンパチとか。カンパチがいいな。ブリよりカンパチがいいな。カンパチ。ビーフカレー美味しい。ということで食レポは雰囲気でお伝えしました。